皆さんこんにちは、旅好きです。このチャンネルは私が旅を楽しんでいる様子をブログ形式で紹介をしています。宿泊したホテルや観光地、おいしいグルメなどレポートしていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき、皆さんの旅の参考にしてください。今回の旅はですね、山口の岩国に出張に行ってきました。その時にね、視聴者さんに教えていただいた美味しいレストランがあったのでね、それを紹介したいと思います。で、今はね、ここは、中国自動車道上りの水戸サービスエリアというところにいます。ね、山口の名産品がね、たくさんあって、瓦そばもありますね。こういうのが、たくさん売っているサービスエリアです。結構ね、いろんなものが充実をしてます。山口の、ね、名産品がたくさんあるんでね、旅の途中にね、寄ってみるのもいいかと思います。軽食コーナーにもね、いろいろあるんですが、ここにもね、瓦そばが売ってました。水戸瓦そばと書いてます。名物ですね。で、その横には、長州鶏の唐揚げ屋さんがありますね。山口はね、この長州鶏っていうのがね、有名なんです。で、外に出てみると、ここからはですね、カルスト台地の鍾乳洞がこの先にありますよっていう看板があって、目の動画のね、田園が広がっています。車はさらにね、東の方に進んで、次のサービスエリアは、下松のサービスエリアです。星降る町と書いてますが、すごくね、星が綺麗だそうです。で、ここにもですね、山口の名産がありますね。よくはレストランがあったりしますけど、パン屋さんも入ってましたね。軽食コーナーにですね、バリフトそばっていうのがあって、すごく気にはなったんですけどね、この後美味しいものが待ってますので、次行きたいと思います。一仕事を終えて、今回ね、お昼ご飯を食べに行くのは、視聴者さんが教えてくださった、レストランなんです。岩国にあるですね、タンポポというお店ですね。このお店はね、昭和48年に、カレーととんかつの店としてね、ちょっと別のところにオープンしたそうなんですが、その後、ご主人が修行を積んだりして、現在の、ね、形になっているそうです。ここは岩国の地元の方にもね、大人気のレストランなんですが、メニューを見るとね、その人気がね、なぜかっていうのが分かります。とにかく美味しそうなメニューがいっぱいなんですね。それも少しね、独創的というか、面白いな、食べてみたいなっていうね、メニューがたくさんありました。で、迷った挙句、やはりおすすめしていただいた、オムカレーにすることにしました。こちらですね、びっくりオムカレーのコースを頼んでみました。まずはコースの、ね、サラダと、スープが届きました。で、店内はね、こんな感じ、すごく、落ち着いた雰囲気のお店ですね。で、やってきました、オムカレーですね。ふわふわの卵が上にかかっているカレーなんですが、すごくね、美味しそうです。で、このスープなんですが、ポタージュスープ、ね、じゃがいもだったかな、すごく美味しかったです。でね、私びっくりしたというかね、衝撃的だったのは、このドレッシング、めちゃくちゃ美味しいんですよ。サラダをね、メインにしちゃってもいいかなと思うぐらい美味しかったです。そしてオムカレー、このふわふわのね、卵の下にはカレーが隠れているんですがね、これがね、また絶品なんです。めちゃくちゃ美味しかったです。
カレーの辛さをね調節できるんですが、私は普通にしました。でこのね程よい辛さにね卵が混ざってまろやかな感じになって本当に美味しかったです。そして最後にデザートのプリンがやってきたんですが、これもねまた手作りで、濃厚で本当に美味しかったですね。買って帰りたいぐらいでした。とにかくこのお店は、魅力的なメニューがたくさんあったので、これはちょっと記録を取っておかないとと思って、ずっと撮影をしていたんですね。そしたらまだね、次は何来て何を食べようかなと思うようなね、美味しそうなメニューがたくさん並んでます。こうやってメニューを撮影していると、多分ねこのお店の魅力の一つだと思うんですが、とてもね、気さくなマスターが、テーブルに来て話しかけてくれました。お待たせになりました。あのサラダについてたドレッシングは、はい、美味しかったですか。あれは自分で作ってるんですよね。何味が何だろうと思いながら、あれはね、うん、あのお酢に玉ねぎの玉ねぎを入れて、うん、で一回あの沸騰させるんですよ、そうすることによって、酢が少しこうまろやかになるんですね。まろやかしないというので、うん、あれはもう本当いろんなものに合わせる。そうですよね。何の味だろうと、まあ、酢は分かるんだけど。それで、あの、ごま油も最上級使ってますし、ちょっとだけごま油の香りが立ってます。売ってないですよね。うちは売ってます。売ってます売ってます。あれはあのハンバーグかけたりとか、あと中華麺、冷麺、冷麺、あとそうですね、あの魚とかの南蛮漬け、それとかあの鶏の南蛮漬けあるんです。あれにも甘だれとして使います。わかりました。ありがとうございます。自家製の、ドレッシングということで、いろんなものにね使えるそうなのでね、でしかも売っているということだったので、この後買って帰りたいと思います。これドレッシング。そうです。これさっき食べたの。あ、そうです。はい、はい、ありがとうございます。美味しい食事をねした後は、せっかく岩国に来ているので、日本三奇橋の一つである錦帯橋を見に行きました。ね、いつ見てもねここのね錦帯橋は非常に美しい橋で、岩国に来た時は必ず立ち寄るスポットです。今回の岩国出張グルメの旅はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。